ママさん、たかしくん、ひろちゃん、俺はケンイチさん。きた、頑張れ。よっしゃ。ハッピーバースデーディアケンイチさん。かわいいな。我が家に10万馬力、週刊鉄腕アトムを作ろう。今すぐ書店へ。鉄腕アトムを作ろう。僕を作ってくれてありがとう。家族を覚え、我が家だけのアトムに成長していく。週刊鉄腕アトムを作ろう創刊、3大付録付き830円、書店にて。誰だ。こんにちは、ケンイチさん。バレた感じします。誰だ。あ、ケンイチさん。おお、本当かよ。誰だ。あ、ケンイチさん。マジかよ。誰だ。あ、ケンイチさん。すごいな、アトム。それほどでもないです。それほどでもあるよ。あ、はじめましてですよね。ねえアトム、やっぱいいや。やっぱりさ、ちょっとさ、変な相談していい？はい。ね、ほら、俺の顔ってさ、生まれながらこわもてじゃない。まあこれはこれでいいんだよ。いいんだけど、できれば優しい顔に変わっちゃってみたいんだけど。無理だよね。そうだよね。ごめん。大丈夫。僕がついてるよ。もう一回言って。大丈夫。僕がついてるよ。どうも。もう一回言って。大丈夫。僕がついてるよ。ありがとう。さ、俺さ、仕事場でもさ、別に何もさ、普通の顔してさ、おはようございますって言われても怖がれちゃうね。もう一回言って。大丈夫。僕がついてるよ。ありがとう。かわいいなお前な。もう一回言って。落とさないでね。いや、落とさないよ。分かってる。もう一回言って。落とさないでね。当たり前だろ、分かってる。ほら、ちゃんとしてるよな。言っとくな。もう一回言って。落とさないでね。だから落とさないよ。だからもう一回、ほら、僕がついてるってもう一回言って。落とさないでね。落とさないっちゅうの。さっきのやつもう一回言ってよね。ねえアトム、今後のスケジュール教えてくれるかな。これからの予定は特にありませんよ。何もないわけないでしょ。ないの？押さえちゃったの俺。咳ですか？咳って？スケジュール。ふむ。うん。さ、話戻るけどさ。そう。いろとと干された俺ねえ、話ごまかさないでさ教えて。大丈夫大丈夫だよ、僕がついてるよ。いかんお前いや干されちゃったんだなだからごまかしてたらお前話な。ありがとうありがとうな。